ラジオ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 。マイナーコードライブ。はい、好きなことを好きなだけ話すラジオ、マイナーコードラジオ第32回ということで、はいはい、始まりましたけれども、始まりましたね。任天堂、あれ任天堂ダイレクトで、スプラトゥーンの3の発表、はい、制作発表というか、はい、が出たじゃないですか。で、ね、はい、でなんかこう今までスプラトゥーン1、2とこうなんだろうな、周りがやってたりとかこう声優さんがやってたりとかしてめちゃくちゃやりてえなって気持ちあったんですけど、おお、そうだったんですね。そう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 、ただいかんせんスイッチを持ってなかったっていうのと、はいはい、でゲームをする、あんまりゲーム最近はするようになったんだけど、そのやりてえなって思った当時、はい、あんまりゲームやってなかったから、うん、これ買って積んだらなんか全部で4万ぐらいするじゃないですか、スイッチ買ってソフトも買ってると。そうですね、うん、ちょっと安い買い物でもないなと思って、今まで割とスルーしてたんですけど、はいはいはい、なんか3の動画見てたらなんかなんていうの、荒野みたいな映像とか、うん、そうですね、そうがなんかめちゃくちゃ面白そうで見てたら、うんうん、いや欲しくなっちゃってで、いやいいじゃないですか。そうそうそう、はい、でまず俺スイッチを持ってないからさ、スイッチ買わないとと思って、もしやるんだったら、うん、って思って、はいはい、探したんですけど、スイッチって本当売ってないのね、びっくりした。うん、そうなんですね、うん、まだそうなんだ。そうそうそう、な言うてもさ出て5年とか経ってるわけじゃん。まあ特になんか品薄が叫ばれたのは去年の、まあ、コロナ流行ってからですけど、ああそっかそっか、それにしてもまあそのなんかすごいもう全然買えないみたいな話も、もう特に最近はそんな聞かないですしね。ね、そうって俺思ってたからさ、なんかうん、プレステ5買えないとかまあわかるよ、なんかめっ割と最近のハードだしあれ。そうですね、そう、それでもなんかもうそれでもプレステ5でも買えるんじゃないとかなんか勝手に思ってるぐらいだからさ、スイッチなんてスイッチなんてもうポチったらすぐでしょって思ってアマゾン見たら、ほんと大体転売価格ね、3万5000円とか、うん、3万8000円とかで、うわこれはちょっと買う気になれんなと思って。まあ買わない方がいいですからね。そうそうそう、ちょっと買いたくもないし転売からは、うん、でって思ったんですよ。でネットで売ってないんじゃなと思って、まあでもアマゾンだからそんな感じなのかなと思って、楽天とか見てもあんまり全然状況変わらなくて、うんうん、いやネットで買うとしたらもうこの値段っていうか転売から買わなきゃいけないのか、それやだなと思って、うん、でなんていうの、公式任天堂ダイレクト公式がなんか注文ページみたいなの作ってて、そっからスイッチって買えるらしいじゃないですか、はいはい、うん、多分。そう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 、でどうせってか、なんかネットで買うとしたらもうそんな感じになっちゃうんだったら新品買う方がむしろ安いし、そうしようかなって思ったんですけど、うん、公式のページ見に行って、でメーカー小売3万プラス税かな、だから、はいはい、普通に買ったら3万2000円ぐらいの、うん、確か価格になると思うんですけど、それので、あーちょ買おうかなって思ってみたら、発送がなんかさ最も遅い場合で3月末になりますみたいな。おお、最長1ヶ月もかかんのと思って、違う、俺はもう今日明日やりてえんだよ、うん、スプラトゥーンをって思ってなるほどね。そう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 、もうこれはもうあれだな、もう実店舗に行って買うしかねえなと思って、うん、で実店舗の本屋とかをいろいろ探したんですけど、まあ売ってないね、やっぱり。そうなんですね、もうなんか4軒ぐらい探して、はい、1軒目が普通になんか本屋、ゲームも売ってる本屋みたいなところで、うん、なんかもうスイッチ売ってませんみたいな、その品切れみたいなで、うん、なんていうかそのなんだっけ、リングフィットアドベンチャーとかさ、そう、はい、あとなんだろう、ポケモンとかみたいな、ソフトもついてて本体もそれ用のなんか
デザインですみたいな、うん、同梱版みたいなやつだったらやっぱ売ってんだけど、単品本体だけって売ってなくてさ、はいはい、いや本当に売ってねえんだなって思って2軒目行って、うん、2軒目なんか2階がその CD とか DVD とかゲームとか売ってるような本屋だったんだけど、でも売ってなくてはい、で3軒目にちょうどドン・キホーテにがあったんでドン・キホーテ行ったんですけど、まあドン・キホーテでも全然売ってなくて、うん、何が最安の電動だよってか、なんでペンギンなんだよドン・キホーテみたいな謎の切れ方をしつつ行って行った4軒目のブックオフで見つけたのがスイッチでしたね。そこでもうそう運命の出会いを果たすことができまして、よかったですね。はい、なんか実はパチモンだったりしませんかこれスミッチやんけみたいな対応してるソフトスーファミやんけみたいなどういうテクノロジーだよって感じだけどなんやこのクソゲーみたいなまあそんなことはなく普通に、はいはい、普通にソフトができたんですけど、おめでとうございます。ありがとうございますいやもう長かった、あのスイッチを買うまでの道のりがこんなに長い道のりになると思ってなかった。いや僕もなんか正直杉山さんやりたいって言ってもそんなに秘めてると思ってなかったんで、なんか、うん、すごい頑張って手に入れてもうすぐ始めてるっていうのは割とびっくりなんですよね的にまあ結構でもいろいろ重なってて、その当時やってたゲーム、あのパズルゲームやってたんですけど、はい、ウィットネスっていうは積みたくなかったから、はい、それクリアしてからやろうって思ったんだけど、はいはい、それがねなんかね思ったよりも早く終わって、なんか脳内で考えてたなんかあと何ステージ、あと半分ぐらいステージあるかなと思ったら、なんかちょいちょいつまみ食いしてたから、うん、なんか残り3割ぐらいしか残ってなくて、うん、あもうこれはもう神のスプラトゥーンをやれという神のおもしめしかなみたいなそうなんだ、そう気持ちとかあって、いやーで買ってやったんですけど、スプラトゥーン楽しいっすね。ねえスプラもうなんていうか、はい、操作がやりやすいですもんね。うんそれはある本当に。まあなんか俺ほんとシューティングゲームやったことないからさ、うん、その他のゲームと比較してどうっていう話はできないんだけど、はい、やっぱその塗ればいいっていうルールなのが、なんかこう別に敵を倒さなくても塗れば貢献チームに貢献できるみたいなのはものすごいこう、うん、やるハードルが低くて大変良いなって思いました。うん。そうですね。僕も、うん、まあ杉山さんに釣られて、はい、久しぶりにやったんですけどね。うんうん楽しいですね。楽しいですね。タイラ君はあれ2からだよね。確か始めたのって。そうですね。僕は2からです。ああ、なんかその出たばっかぐらいからやってたんですか。うん。僕はあのスイッチをスプラ目的で買ったので。そうだからほとんどスイッチはスプラ専用でやってて。そう他にやったゲームつってスマブラちょっとと、うん、あとパネルでポンだけなんで。パネルでポンって入ってんのか。そうあのオンライン特典で無限にできますよ。ああマジか。いろんなゲームがそう。あそうそうそれなんか嬉しいなと思って、あのマリオ34、35をポチポチやってたりするんですけど。ああそうなんですね。うん、まあだからもう僕はもうスープラトゥーンの申し子と言っても過言なんですけれど言い切れよ過言じゃないって言えよいやだからそのねまあ大体まあすごいやってたのが2年ぐらいで、うんうん、その後はまあぼちぼちたまにやるかなぐらいだったんですけど、うんうん、まあ実力はなんか中ぐらいなんであそうなんだ平君の中なのかそのいやこんはいあれじゃないですか、あの一回ボイスチャットで一緒にやったじゃないですか。はいはい。であの後にあのそのなんていうの試合の履歴みたいなのスマホのアプリで見れるじゃん任天堂の。そうですね。あれで見たらやっぱりそのなんていうのこうデータとしてさ塗ってる量とさ敵を倒した人数見れるじゃん。はい。あれ見ると
やっぱめちゃくちゃ強いなって思ったんだけど、大田君。ありがとうございます。それなんだろうな、このなんか田舎の限られたコミュニティでのみ褒めたたえられる伝説の先輩みたいな。この団地の中だと一番ギターうまいみたいな。いや、まるまるさんまずすごいっすよ、プロになれますよみたいなやつね。このコミュニティの中だけだとね。そう、まあ俺より上手い人はまあ無限にいるみたいな、そういう感じのあれなんですけど。あ、まあでもまあそれもそうなんだろうな、やってる人口も多いだろうし、上手い人はもうやっぱ青天井で上はいるんだろうし、うん、そう、特にまあ腕前じゃなくて、なんだっけ、縄張りはカジュアルだ、はい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 、カジュアルだから、うん、そんなになんていうかガッチガチに殺すみたいな人はやってないと。そう、やってない気はするから、あの殺し合いの中でしか生命の重要さを体感できない人間はガチマチに潜ってると。そうだから、まあ割とやっぱり動きやすいですよね、あ、縄張りは。まあ動きが分かる人が結構いるしみたいな。なんかさ、シューティングってそういうのが普通なの？なんかカジュアルマッチとそのランクマッチみたいなのがあってみたいな感じなの？まあ基本そういう風になっていく気はしますね。まあ、やっぱりなんか始めたての頃は、うん、まあ、モード一つというか全部同じ人口でってやるのはまあ普通だとは思いますけど、やっぱその中でもなんていうか上を目指したい人とか、まあ、エンドコンテンツみたいなのがやっぱ必要になる人っていうのは、うん、続けさせるためにはやっぱいると思うので。そうだね、そうだね。だからまあランクマッチみたいなのはやっぱりできるんじゃない、できてくるし、やっぱ僕もそういうのが必要というか、そういうのをやりてーっていう時期もあるし、うんうんうん、まあそこでなんていうの、伸び悩んでまたカジュアルに戻って、あ、カジュアル最高だなみたいな。そういうローテーションをやっぱ繰り返すのが大事なので。なるほどな。いやー、そっか、やっぱり、まあそうか、そうだよな。なんか格ゲーとかやってる人とかも見てもなんかやっぱあるもんな、うん、ランクとそのなんかレギュラーっていうか、うんうんうん、みたいなやつ、ランクには関係ない対戦ゲームで、まあ、そうですね、対戦は全部そういう方向に今は舵取られてますよね。やっぱそうなんだね、うん、いや本当に初めてだからさ、対戦ゲームで、対戦ゲームをやるってこと自体が初めてで、うん、なんか今まで割とその RPG 系とかパズルゲーとかは割とっていうか、やるゲームとしてはそっちに偏ってるとこあったから、うんうんうん、本当に初。なんかその結構さ、対戦ゲーム好きな人はその対戦ゲーム好きなコミュニティのさ空気感っていうかさ、なんか用語とかあったりしてさ、え、例えば、え、なんだろうな、なんか あったまるとか。あー、なるほどね。割と汎用じゃない。汎用か、あったまる汎用かな。対戦ゲーム以外でイラついてあったまるって言ってる人見たことねえけどな、俺。まあそうですね。とか、まあまあとかさ、あと何、そのアップデートでさ、キャラの性能が変動しましたとかさ、はいはい、はい、やっぱ RPG だとめったにないからさ。まあそうですね、そう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 、しかもそういうなんかこのキャラあまりにも弱いから強くしましたはともかくて、強すぎるから弱くしましたって普通の一人プレイのゲームだとまず持ってないから、うん、まあね、うん、なんかそれでこう、まあ、そこまでなんか別に覗いてないけど、アップデートで多分武器が強くなったり弱くなったり、こうなんていうか、こうスレがこう白熱するとかあるんだろうなっていう気持ちがあって、なんか結構面白い。まあ当時というか、当時ってなんだよ。まあ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 、まあ、特に最盛期だったスプラ2とか最盛期だった時は本当に、はいはい、まあ、毎月のアップデートのツイートに対してすごいなんか無限にキッズが噛みついてるというか、うわー、めちゃくちゃ見てーな。ツリー始まったら見れるかな、そういうの。あー、絶対見れます。それは断言できる。そう、はこれ放置とか終わってんなみたいな。まるまる許可してください、お願いしますっていうのがなんかすごいあったりとか。楽しみ。いやー、もう本当にだから、なんか替えの外で対岸の火事だと思って見てたやつがもう身近で感じられるから、めっちゃ熱いみたいな。
あ、そうか、暑いんだそれは。暑いなと思って。そう。まあ格ゲーでもありますけどね。は、投げキャラ使うんじゃねえよみたいな。格ゲーでもあんのか。うん、そっか。ま、今は割と格ゲー漫画が今熱いんでね。あ、そうだよね。地味に。あれなんだっけ、対戦ありがとうございました。あ、はい、そんなやつと、タイヤリでしたか、タイヤリ、あ、タイヤリでしたか、はい、とあとあれか、お嬢様、うん、のやつ、そう、ゲーミングもお嬢様は本当になんか界隈の情報がちゃんと入ってくるからためになる。あ、そうなんだ。そうだ。あ、でも見た、なんかすげえびっくり、ストリートファイターのなんか企業案件の漫画書いててすげえびっくりした。そう、もともと公認だったんですよね、ストリートファイター出していいよっていう、カプコン公認で漫画やらせてもらってたんですよ。あ、そうなんだ。はい、でも今回はなんか特別、なんか新しく DLC でキャラ増えるんでそいつを PR してくださいっていう案件が来たっていう、うん、話だったらしくて、いや、すごいなと思って。なんかあの DJ テクノロジーさんっていうその音楽作ってる人が好きでフォローしてるんだけど、はいはい、があのストリートファイバー、ストリートファイター5が好きで、はいはい、でたまにそのなんか雑談実況とかやってんのね、ゲームの。おお、そうなんだ。そう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 、はいはい、でなんかあのストリートファイター自体は全然わかんないんだけど、それをなんとなく雑談聞くために見てたりしてるんだけど俺。はい、そうで、なんかその新しくダウンロードコンテンツで配信されたキャラ、まあなんか複数キャラがいるみたいなんだけど、4人ぐらい多分いるんだけど、うんうん、その中の1人がなんかめっちゃ弱いと。そうらしいですね。うん、もう弱いことが個性のキャラらしくて、うんうん、でもうそのキャラが好きらしくて、使って負けてめちゃくちゃ楽しそうにしてて、あ、いいなって思った。あー、理想的ですね。いや、ダンはほんとこうじゃないとって言ってて、うん、なんかいいなこれと。そう、いやでも弱いキャラっていうのはいいと思う、正直。いや、わかる、なんかロマンあっていいよねって感じがある、うん、そう、まあなんだろうな、 APEX にもそういうタイプのキャラいるんですけど、あ、はい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 、はい、ランクマッチではそんなに来てほしくはないけれど。キャラクター自体めちゃくちゃいいんですよね。あー、なるほどなるほど。弱いっていいよなとは思う。確かにすごいよね、弱いことをなんか特徴として勝つゲームで作るって、うん、めちゃくちゃ。そう、いやだって難しいっすよ、なんか弱いけどその何もできなかったらダメなわけじゃない。そうだねそうだね、面白い挙動はできるっていう。そうそう、その段にしてもなんか強技一個あって、うん、あとなんかまあいろいろなんか今回はすごい挑発っていう行為もコンボに組み込めるみたいな話してたんで、うんうんうん、その段は、うんうんうん、だからそういうなんか弱いけどなんかなんだかんだ一応上動けるよみたいなのは大切だよなっては思う。確かにそこの駆け引きむずいよね、そのさ、うん、いやこれ面白い特徴だからこれ作りたいなって思ってさ、開発側が面白くなって作っちゃった結果強くなっちゃったらさ、はい、うん、なんで強いってなんだよみたいなさことにダメになるんだろうってさ。そうなんですよね。それむずいよなっていう、うん、なんかその DJ テクノロジーさんの、実況配信でやってた時はなんかその結局そのなんかランクマッチとかダンでやってて負けてて、うわー負けたーみたいな、いやーでもそりゃそうだよねみたいな、この威力じゃ勝てねえよなーって、いやーいろいろ頑張りたいなーとかってやってたんだけど、はい、結構そのダウンロードコンテンツ発売当日だったからミラーマッチも結構多くて。そうなんだ。そう、あの段同士で当たってめちゃくちゃあのニコニコしてる感じがすげえ良かったりとかしたんだけど、なんかその段のなんだっけ、はい、なんか俺ストリートファイターはちゃんと分かんないんだけど、必殺技ゲージみたいなのがあって、うん、でなんかその必殺技ゲージを全部使って挑発ができるらしくて段は。そうなんだ。そうで、でしかもそれがいいのがその必殺技ゲージ全部使って挑発して、結構長いこと挑発してるんだけど、その、はい、挑発が全部終わると敵と味方の必殺技ゲージがマックスになるっていうやつがあって。そうなんだ。そうミラーマッチであのなんか DJ テクノロジーさんがその必殺技ゲージを使ってあの必殺技ゲージをお互いにマックスにして、で相手も同じことをするっていうのがあって、あ、通じ合ったって言って
この人とはもう通じ合ったって言って、あの対戦終わった後にフレンドの申請してたのがめちゃくちゃあったけえなと思って、すげえよかった。そっか、ダンで挑発を、なんつうの、挑発の使い方を覚えたらな、そのテクノーチさんとはフレンドになれるんだ。そう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 、ランクで当たってあのお互いに相手の挑発を見守って自分も挑発をすることによってフレンドになれるっていう。なるほどな。いやそっか、ランクマッチでやってんのか、偉いな。なんかそう、なんかレギュラーとかじゃなくてランクマッチ、なんかもともと別キャラ使ってるアカウントっぽいんだけど、いやもう男専用にしますみたいな、うん、偉いな。ガシガシランクが落ちてくるから、なんかできるだけ維持したいって言ってたけど。いやだって格ゲーはだってそのさ、もうキャラゲーの中でも特になんつうの、技の性能とかが重要すぎるというか、勝敗に直結するゲームだから。あ、やっぱそうなんだ。すごいな、ランクマッチでそれをやる覚悟は。すごいと思う。本当に、なんかね、ガシガシ下がってたっぽい。なんかもう一つの方はね、結構ランクがなんか一番上の一個下ぐらいの多分ランクなんだと思うんだけど、普通にうまいんですね、やっぱ。そう、普通にうまい。あー、対空取れてねって毎回言ってるけど、でもなんか俺的には普通に。なるほど。そう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 。いやスプラトゥーンでもあるんですか、そういうロマン武器が。まあありますね。あるんだな。なんだろう、特別弱いっていうのはないですけど、うんうんうん、やっぱりなんつうの、すごいピーキーというか、うん、お前みたいな武器はいくつかある。あ、やっぱあるんだな。そうなんだ。そう、いやでも、うん、なんだろう、スプラはとそんなんだろうな、やっぱ強い弱いは言われますけど、やっぱそれすごいなんつうの、上位環境のメタの中の話なので、はい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 、いやそれを抜きにしたらやっぱどれもある程度は使えるとは思いますね。ああ、やっぱバランス感覚がいいと。うん、まあやっぱそれも、まあいろいろ言われはしますけど、やっぱそれはちゃんとしてるとは思う。なるほどな。まあ上に行ったら当然ある程度出てきちゃうよな。まあそのキルスピードとか、うん、そういうのがすぐにその検証されちゃうんで。あ、はい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 。だから現状の最適解はこれですみたいなのはやっぱりすぐに出ちゃいますよね。なるほど、今の時代。はいはいはい、まあそうだよね。もう1日で検証してそれがネットに上がるような時代だもんな。ね、なんかそのなんだっけ、服についてる特殊効果のギアの編成がこの武器だったらこれが最適でみたいなやつとかね。そう、ガシガシあって、もう、まあ、初心者だからさ、まあ、全然そういうのを認識できないし、しなくてもまだいいかなと思ってるんだけど、うん、でもやっぱ情報量として多いなって感じはある。まあそうですね、うん、なんだろう、ポケモンとかでもなんか種族値とか努力値とかって正直知らないじゃないですか。知らない、普通始めた時は知らない。でもなんかやっぱガチでやるにして、やっていくためにはやっぱそういうのを知る必要があってみたいなのはあるんで。確かに。でも序盤やっぱあんまりそういう情報いらないっていうか、飲み込めないと思うんで。そうだね、そんなにガチガチに調べていく必要ないとは思いますけどね、うん、まあね、まあね、そうだよね、うん、え、種族値分かるタイプですか。いや、なんだろう、俺ポケモンやらなくなってからなんか、うん、いやガブリアスが強いみたいな情報をすごい知ってきたタイプなので。はい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 。今はなんか多少は知ってるけど、うん、なんか実践で使ったことは一回もないです、ね。ああ、なるほどね。なるほどな。そう、なんか、え、なんていうんですか、いわゆる旅パってやつ。そう、僕自分が好きだからっていうキャラじゃねえや、ポケモンだけで普通に組んでたし。わ、うん、かる。俺もいわゆる旅パだったからは、もうなんか、うん、そんなんあるんだみたいな。中学の時にさ、ゲームめちゃくちゃうまいし好きなやつがなんかその努力値がとか、うん、なんか種族値がとかって言ってるのはさ、またまたまたと思って。そのさ、ルビーサファイアである程度の隠しコマンドやったらグラードン捕まえられるみたいなやつでしょって思って。そんなに信憑性なかったの。いや俺の中では全然信じてなかったからさ。なんかそうなんだ。そう、高校とか大学とかになって種族値ってマジであったんだみたいな。あいつすげえなーって思って。
いやでもポケモンなんか常識みたいになってたんだよな、気づいたら。俺は全然なんだろう、そこに乗ってかなかったけど。えそれさ、当時っていうかな、ポケモンやってた時から存在を知ってた。だから人づてに聞いてそういうものが存在してるってことは知ってたんですけど。マジか。し、なんか何回かパソコンで調べて、うん、よし努力値頑張るぞとか思ったけど、うんうんうん、めんどくさすぎて、うん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 、やってられんわ、お前らおかしいやろみたいな気持ちで見てた。マジか。だから俺知らなかったっていうか、存在自体は知ってたけど、なんか、うん、あんまりちゃんと認識ができてなかったからな。あ、そうなんだ、うん、なんかその不思議な飴使ってレベル上げるとなんかあんま強くなんないみたいな話とかは聞いてたから、なんか今考えるとこう結びつけられる点自体はあったんだけど、全然線で結ばれていなかったから。いやでもなんか最新のやつってもう内部データとかじゃなくて出てるんだよね確か。そうなんだっけ。なんか割と緩くなったみたいな話は聞きましたよね、いわゆる卵源泉とかも。ああ、うんうんうん、性格変えられるから楽になったみたいな話は聞いたけど。え、性格変えられるのらしいですよ。なんかシステム的な面は別に俺もどうでもいいんだけど、なんかそれさ、ないその物語的に行われてること考えると洗脳じゃねみたいな気持ちになっちゃった今。いやお前ポケモン捕まえて戦わせる時点で倫理的に破綻してるからさ。あ、そうだったわ、そうだわ、確かに。何がパートナーだよ、ふざけんな。綺麗な言葉で放送してんじゃねえよっつって。草むらになんかピジョンとかの品種のピジョンが大量に転がってる世の中だぞ。確かに、間違いねえな。わざわざ弱らせて捕まえて一緒に旅をしようぜじゃねえよと。拒否権を持たせろって感じだよ。確かに。間違いねえな。ほんまやな。いや、そう考えると残酷だな、ポケモン。まあ、なんか、高校生ぐらいになってから一回は考える話。オタクがみんな、うん、いや、ポケモンってさ。にちゃついた声っていうやつね。にちゃーっていう笑顔で考えるやつ。そう、特にじゃなかったっすか、なんか僕らの世代。うん、あ、でもそうかもしれない。ゲーム系の都市伝説みたいなのがすごい流行った世代な気はする。うん、ちょうどなんか YouTube とかできて、うん、まあ、流行ってみたいなのとも被ってたと思うし、うん、そう、ファクトチェックとかも正直なんか、うん、ザルな世代だったし。そうだね、それは間違いないね。まあ世代、まあでも世代か、世代というか時代というか、うん、だし年齢もだしね、うん、子供ってまあ信じ、まあ、子供に限らないけど、うん、俺未だに多分そういうのえって思って信じちゃう時とかあるだろうし。まあでもやっぱなんとなく本当だと思ってたけど後からデマやったみたいな話はまあたまに聞くから。うん、ああ、まあ、子供の時はね、一層だもんね。そうっすよね、うん、すぐ信じちゃう。いやー、だって焦げ食べたらガンになるって信じてましたよ僕。あったなー、あのコーラ飲んでてとあの骨が溶けた話とかね。いや俺親にそれ言われまくったからめっちゃネットで調べて否定したんですよ。ちゃんと努力を感じる、この好物のコーラを飲むための努力。俺はコーラが飲みたい、だから骨が溶けないってことを証明してやるっていう。いや、めちゃくちゃ健全だよそれは。まあ結果的になんかそれがさ、なんかこう理系に結びついたとかならいいんですけど、何の進歩もなく、ただコーラうめえ。なんなら調べる過程でやっぱ飲みすぎは良くないってことに気づいたけど、いなかったことにしてるし。めちゃくちゃ砂糖入ってますからね、コーラ。まあね。うーん、まあでも炭酸シュワシュワだからさ、実質カロリーゼロみたいなところある気がする。最近もう聞かねえけど、実質カロリーゼロ理論。でもなんか どっから来たのかな、その骨が溶ける酸からじゃないですか、炭酸。ああ、そういうことか。なるほどな。結構わかんないけど。いや、まあでもなんか言われたら確か納得はする。うん、面白いな。なんかあと、なんだっけ、コーラの完全なレシピを知ってるのはトップの3人ぐらいだみたいな話とか。ああ、あるある。本当って思う。本
と、まあそれは本当か知らないけどさでもだとしたらあんなにコーラのパチモンみたいなやつとかいっぱいあるのおかしくないって話じゃん本当だよな少なくともあのなんていうの、うん、有名な会社でコカ・コーラとペプシコーラがあるわけじゃないですかその段階でって思うけどねなんか昔俺が見たなんか多分とんでもサイトなんですけど、うんうん、とんでもサイトというかなんかファクトチェックは知らないんですけど、はい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 、サイトの、うん、コカから分裂したのがペプシみたいな話はあったりなかったり、あなんか書いてあった気がする。あそのなんかナイキとどこのブランドはもともと兄弟企業でみたいなやつだ、うん、だった気がするけど、いやまあ真相は知らないけどあでも可能性は確かに楽はないな。ペプシ派コカ・コーラ派とかもねあるよね。うん、平田君的にどっちの方が好きとかあるんですか？いや僕絶対的にコカゴの方がうまいんですよね。ああそうなんだ。うん、いやもうなんだろう、社会的にペプシが勝利してても別に構わんのですかいやでもここまでの普及率を見るに圧倒的ねコカ・コーラの勝利ではって思うけど。いやでもペプシの方がうまいって CM やってたじゃん。あれそうなの？なんかどっちのコーラうまいですかってやって、うん、選ばれたのはペプシでしたみたいなやってたじゃん。やってたよ。別の飲み物で聞いたことあるいやまあキャッチフレーズは違うけどさいやもちろんねやってたよ。そうなんだ。へえ、はい、そう。あでも中学生くらいだったから僕その時はネガキャンやめろ殺すぞって思でも今だったらマジ怒られるやつだよねそういうの。なんかなのかな。いや多分今だったらその他社の名前大々的に出して、いや多分出してはないんですよ。あ出してはない。どっちのコーラが美味しいみたいな。あなるほどね。なんかその特定のブランドとかは名前出さずに別他社の伏せてるけどまああいつだよねみたいなそりゃそりゃコカ・コーラだよねみたいなやつか、うん、あなるほどな。あそれはありそうだな確かに、なんか親父がペプシ派だったんですよね。いや別にペプシも美味しいと思うけど。まあね、なんだろうね、うん、甘みという甘みじゃなくてなんか別の味が濃い感じはするけどペプシ、それはそれで俺は好きだよ。うん、あでもなんか言ってたらペプシ飲めなくなってきた。ええペプシいやそうじゃなくてなんか舌の構造が単純すぎるというかもうなんかすぐ影響されちゃう人と話したことからあでもわかる。あのこの前生姜鍋食ってたら、うん、なんか生姜の匂いで牛丼食いてえなってなった牛丼屋の匂いだって思ったマジか、うん、なったことはありましたねこの前。え生姜ってあのなんかすりおろしたチューブとかの生姜ってこと？あ生姜鍋の素みたいなのを買ってきてたんで。あ生姜鍋の素なんてあるんだ。はいはい。あじゃあそのなんか紅生姜系の、でも普通の生姜の匂いだと思うんですけどなんか結構紅生姜感があったんですよね、うん、あそうなんだ。よくわかんないけど。へえ。でなんか牛丼屋の匂いだってなっちゃったいやそういうのある、わかる、うん、匂いってなんか記憶エピソード記憶と結びつけやすいみたいな話とかなんか聞いたことあるし。ああそうなんだ。なんかいやこれも本当かどうかは知らないけどそのなんていうの脳の中の要するに刺激をキャッチして分析する部門っていうか場所があるわけじゃないですか。うん、うん、なんかそれのそのなんか記憶を司る場所とその匂いのまあなんかその匂いの判別をする脳の器官が割と近いところにあって。そうなんだ。そうだからなんかそこの、まあ、シナプスのなんかこう移動が割と近いから連想がしやすいみたいな。そうなんだって話聞いたことある。あと今週はあれですね、まあ、話が全然変わっちゃいますけど、はい、あのスパイダーマン3の MCU 版のトレーラーが、トレーラーっていうかタイトル発表かがあったりして、うんうんうん、結構個人的にはおーって思って今年のクリスマスに公開っていうことで、はいはい、結構熱いなっていうのが結構あるんですけど。なんか何だろう、僕その2ファーフロムホームの終わり方がちょっとなんか個人的にすごい嫌で、あれ結構
暗いっつうか、これから暗くなりそうだなって感じのエンディングだったよね。なんていうか、なんかもう、なんだろうな、なんか、ずっとなんか影で戦ってきたモンスターの正体が世界中にバレて結果パニックになるみたいな感じの展開に俺の中では近いんですよね。なんかもう取り返しつかないじゃんっていう。そうだよね。いやでもそういう感じだったもんね。そう、まあピーター君は身バレしても結局まあ頑張るんだろうけど、まあ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 、なんかすごい嫌だなーっていう気持ちを未だに引きずってるというか、なんか予告を見てちょっとまた思い出したっていうか。そうなんだ、そっかそっか。そうね、そうなんだよね。あれからどうやるんだろうなっていうのは結構気になるんだよね、うん、スパイダーマン3。あれなんか僕全然なんかなんだろう、そのタイトル、フェイクタイトルが3つ公開されたじゃないですか。はい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 、うん、僕なんかその時なんかツイッターから、ツイッターの情報をすごい全然知らなくて、うん、本予告が出てからなんかそういうことがあったんだよっていうのを知ったんですけど、うんうんうん、あれは盛り上がってたんですか、そのフェイク時点で。あ、でも結構盛り上がってる人は盛り上がってたよ。あー、そうなんだ、うん、俺もなんか今、うん、一なんでって思ってたんですけどまあそれは俺もなんでと思ってた。まあ、でも逆にそういうのもあったよなんでってなって、まあなんかそれがあのなんていうの、マルチバースの示唆だからなんじゃないかとか言ってる人とかいて、あー、考察オタク強いな。そう、オールウェイズ強いな何にでも結びつけるっていう、あとあの何、トム・ホランドがあの、うん、リークするのを避けるためなんじゃないかってもう一生ネタにされ続けんだなって思って、うん、ってか、いやあれはひどいでしょてか本編のっていうか公式のあれだしね、うん、あのタイトル発表しますよっていう動画がそういうネタなんです、うん、なんで俺には教えてくれないんだよ、わかんないのってネタバレすっからだろいつしたのしないよって前作したじゃんっていういやでもあれマジでなんか、なんか3人が仲良さそうだの本当よかったムホランドな、なんかやばいやつだけど愛されてんだろうなってすごい感じねえ、なんかの番組で、うん、その喋るなって口塞がれた時に手を舐めたっていうあったじゃないですか。何それそんなことあったんだ。誰だっけな、創薬の人だったかな、になんか口塞がれてたら手のひら舐めたっていう多分探したら動画あるんですけど、うん、なんかやべえなっていう感じの、かわいいなっていう感じが同時に湧くからすごいトム・ホランドいいなぁとなる。いいなぁ、いいなぁそうなんだ、やべえやつだな、結構個人的には楽しみなんですけどね。なんかネットめっちゃ痩せたなぁとかいろいろ言ってましたね、そういえばそう、なんか今結構さ、頭髪の毛剃っててめっちゃかっこいいんだよね、ネット。あー椅子の人として、まあでも椅子の人ってどっちかっていうとそういうイメージじゃないですか。なんかあー確かに割とスマートな、はい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 、なんか頭剃ってるって言われてもなんかわかる気がする。確かにいそうみたいな感じはあるかもしれない。そっか、いやマジでスパイダーマン3は結構ね楽しみなんですよね。いやでもやっぱ楽しみは楽しみですね、うん、だからこの重い気持ちをさっさと解消してほしいっていう感情もあるし、それもあるななんかそう、確かになんか MCU 版は MCU 版でなんかこうあの明るい感じは明るい感じで割と好きだから、はい、なんかその雰囲気も続けてほしいなという気持ちもありつつ、うん、ねえ、いやということで今回そろそろお時間ですかね。はいはい、はい、ということでそれでは、はい、ありがとうございました。